パーソナルトレーナーのゆうじです。今までね、34年間、トレーニング始めてこの夏もう34年になるんですけれども、その34年間、いろんな大胸筋のトレーニングというのをやってきました。まあそれは器具でも、いろんなジムに行ってたんで、いろんな器具を使ったし、アメリカロサンゼルスにも2年住んでたんで、いわゆるベニスビーチのゴールドジム、でかいやつですね。あそこにも2年間通ってたんで、そこにあるマシンもいろいろ使ったりもしてましたけれども、あとは方法もね、ベンチプレスのマックス、1回上がるだけの重さを上げたりとか、すごい人のトレーニングを見て、それを真似てみたりとか、そういうこともいろいろやってきました。ただ、今現在、自分がいるジムというのは、すごいマシンが全然ないところというのはあるんですけれども、長い年月の中で、たびたび場所が変わると、マシンも変わってくる。で、それに左右されないものに、だんだんなってきたのかなというのと、いろんなものを試してきて、なんか次第にものすごくシンプルなものになってきたんですね、今はね。そこの僕がなぜこんなシンプルなトレーニングをやってるか、どういう中身でやってるかということをね、僕の例ではありますけれども、ちょっと紹介したいと思います。ちょっと参考にならない部分もあるかもしれないですけども、その考え方とか方向性というのはちょっとね、聞いてみていただいてもいいのかなとは思っています。で、まずね、僕は大胸筋のトレーニングの1番目には、インクラインダンベルプレスをやっていきますね。インクラインダンベルプレス、胸のこの上の方ですね、上部をやっていくものでありますけれども、これを最初に持ってくる理由というのは、ここ一般的ですけれども、大胸筋の、中部、下部、この辺りね、この辺りっていうのはそもそも筋繊維が多いので、つけやすい、簡単につく。で、上の方は筋繊維がそもそも少なくて薄いので、一生懸命やらないと、なかなかついてこない。それを逆にフラットからやって、後でインクラインやると、もう下の方ばっかりです。上は全然ぺちゃんこみたいになってしまうので、最初にまずエネルギーのあるうち、元気のいいうちにインクライン、上をやっていくということ。それから、後にやると当然重さはあまり上がってこないので、最初の方が重い、重さは使えるので、この上のところにしっかりね、重い負荷を与えるために最初に持ってきてるというのはあります。なぜインクラインダンベルプレスか。ベンチ、バーベルじゃなくてインクラインダンベルプレスかというと、僕はちょっとね、肩を、ちょっと一回脱臼したことがありまして、30代前半のところで、脱臼したことがありまして、バーベルやるとどうもね、すごく危うい感じ、きつい感じ、あんまりこの感じやらない方がいいな。時々ね、ちょっと痛みが出たりすることもあるので、なので、バーベルではもうあんまりやってない。ダンベルの方をメインにやってるということなので、なので、インクラインダンベルプレスをまず最初にしっかりやっていくということです。そもそもバーベルよりダンベルの方が、大胸筋自体には意識しやすいので、効きやすいので、ダンベルの方をまず最初に持ってきてますね。で、その、インクラインの角度ですけど、角度っていうのは、大体、本当にもう30度程度にしますね。45度までいかない30度程度で、で、これを自分の背中のアーチとの兼ね合いでやっていくということね。この自分のアーチとこの角度を掛け合わせて、ちょうど自分が鍛えたい大胸筋の上の部分が天井に向いている方向という、この角度でやっていくということですね。それで、最初にウォームアップセットを2セットやっていきますね。かなり軽いもの、中ぐらいのもの、そして3セット目に本番セットに入っていくんですけど、重さとしては13回から15回ぐらい、ちょっと幅ありますけど、そのぐらいできる重さで、6セットやっていきます。今日のね、このね、セット数に関してはあまり参考にしないでほしいなと思うんですけど、僕も34年やってますから、まだトレーニングは3年、4年、5年ぐらいであれば、正直言うと今僕が言うセット数の半分あればもう十分すぎるとは思うので、ちょっとセット数の部分は、ちょっと長年やってるからというところがあります。ただ、重さ重視でいくと、今、13回から15回できる重さって言いましたけれども、これが10回ギリギリ、あるいは10回を切るような重さでインクラインをやっていくと、40歳以上になった頃からやっぱり思ってるんですけど、やっぱり怪我しやすいんですね。もうここから持っていって、ね、こうグッと持っていった時にもやっぱりちゃんと入ってるかどうか、いい場所に入ってるかどうかで、その怪我しやすい、ね、そのリスクっていうのが高まるので、もうあんまりそこまで重いのはやらないでやっていくと。実際それね、なんかちょっと痛めたなみたいなことも昔あったので、もうあまり重すぎるのはやらない。だけれども、セット数で効かせて追い込んでいくというふうにはしてますね。そのために僕は重すぎないけれども、6セットあるということです。そのインクラインダンベルプレスが終わった後に、同じ角度でのインクラインでの、今度はバーベルのベンチプレスに入っていきます。これはフリーラックですね。スクワットのフリーラックを使ってやっていくんですけど、これを10回4セットやっていきます。あんまり重すぎない重さですけどね。で、これはですね、さっき言ったように、ダンベルの方が確実に大胸筋には効きやすいんですけれども、あえてベンチを入れていく。効聞きにくいベンチをあえてここで入れていきます。これはもうね、聞きにくいのを承知の上でベンチを入れてるんですけど、もう大胸筋だけじゃなくて、もうこの辺一体全体、つまりこの肩の前も含めて全体を作っていく。このライン全体のボリュームを作っていくために、わざとバーベルを入れているということです。だからちょっと肩入るというのはもうダンベルよりあります。なので、最初にあえてね、効きやすいダンベルをやっといて、その後の方にバーベルをやっていくということで、肩の前も入るけど、全体的にここのところを作っていく。というね、そういう流れでやってます。そして、その次にですね、フラット、水平のダンベルプレスに入っていきますね。これは重さとしては、さっきインクラインでやった重さと全く同じ重さでやっていきます。さっき言ったように、大胸筋の上部というのは、筋繊維が薄くてあまり重さが上がらない。だけども、それをやった後のフラットでも筋繊維が十分ここは太いので、数が多いので、同じ重さでやってもまだ10回から12回できるという感じです。楽ではないですけどね。で、これをまた6セットやっていきます。これもね、セット数は半分で切ってください。で、最後の2セットは少し軽くしてやっていきます。さすがに同じ重さを6セットはできないので、最後の2セットは少し下げて、また10から12回ぐらいできる感じの重さにしていきますね。で、それでまたダンベルでこのラインをしっかり大胸筋に効かせた後で、そこからもう一回ね、最後にベンチプレスに入っていきます。今度はまた同じね、バーベルをやっていくんですけど、これも重くなくて、10回4セットという感じですね。これもさっきのインクラインと同じで、肩も鍛えるつもりでやってるという感じですね。正直ね、もうこの時点で、その大胸筋にすごい効いてるって感じはあんまりないんですけど、肩もきついな、肩も使ってるな、三頭筋も使ってるなってのはあるんですけども、ここはね、ベンチプレスがなんかできなくなる。今度やった時なんか全然上がらないっていう風にならないために、あえてこの肩も鍛えるつもりで本当にもうやってるという感じで、もう本当に重くはなく、もう安全圏でできる程度しかやってないです。そんな4種目をやってるんですけど、今の4種目の中にフライがないですね、フライ。ダンベルフライ、もしくはケーブルフライというのはありません。今までね、いろんなものをやってきて、なんかね、だんだんね、フライがなくても大丈夫になってきたんですよ。フライっていうのはこうやってなんか引き伸ばすね、引き伸ばし効果を出すっていうね、そのためにやっていくって言うんですけども、僕はもうね、フライじゃなくても引き伸ばし効果を作り出せるようになってきたんですね。フライじゃなきゃ引き伸ばし効果を作れないとも思わないし、じゃあプレスの時には引き伸ばし効果作れないかということですよ。で、そもそもフライっていうのがやっぱ難しくて、ね、フライでこう来た、下ろした時にはちょっと広げるから、プレスよりは当然軽い重さでやってますね。だけど広げてるからこの引き伸ばし感があると思うんですけど、逆に、こう閉じてきた時にはもうだんだんプレスよりも軽い重さでやってるので、多分半分近くの重さでやってるので、上げれば上げるほどそもそも軽い上に垂直に近くなってくるので、大胸筋の負荷っても一切なくなってくる感じになってくる。で、その時にはもう自分が大胸筋に力を入れてるだけのような感じになってくるわけですね。だからフライド上ってもうあまり関係ないなという感じがするんですよね。それケーブルフライをやる人もいますけども、ケーブルフライやるなら、ワイドのね、フルサイズのケーブルフライをやらなければ、ちょっとあまり意味はないかなと思うんで、それがね、今の時期にはないというのはあるんですけど、ただこのね、今のね、プレスをやりながら引き伸ばし効果を出すっていうのは、今日はちょっとここはあまりテーマではないので、簡単にしか言わないですけど、この、やってる時にアーチを描くことで肩を押さえつけて、肩を、この上げた時に肩を押し出さない、肩を上げないということ。それから、息の吐き方をうまくやることで、肋骨を潰さないで、溝落ちを潰さない。これ、溝落ち、肋骨が凹むと肩が出ちゃうので、もうこれを絶対しないように、ここを崩さないでやってて、肩が上がらないようにしていく。そして、前腕を完全に垂直でやっていく。倒さないで垂直にやっていくことで、伸びきらないけども、この時点で、ここは凹んでない、肩が後ろの状態になっているので、この時点で、フライよりも重い負荷がありながら、だから大胸筋に対しても重い負荷がありながらも、一個一個が収縮ギュッギュッとした状態の緊張感収縮というこの形を保つことができるということで、ここにもう負荷があるということ。で、その収縮感を残しながらネガティブで引き伸ばしていくということ。下ろしていいから緩めていいじゃなくて、自分では収縮し続ける、力を入れ続けてるんだけど、ちょっと負けてる、ネガティブ、抵抗してるというその感覚をとにかく強く作っていくということなんですね。で、そういうことをやっていくことで、今はここはね、ちょっとかいつまんでしか言わなかったですけど、また違う機会にね、詳しくやりたいと思うんですけど、そういうことをやっていくことで、ここから下ろしていくときに、フライよりも重い負荷で引き伸ばす感覚がだんだん作れるようになってきたんですね。そもそも上げたときに、フライよりも重い負荷でここの収縮を作れるので、まあその時点でフライをやってるよりはなんかすごいいいなっていう感じがあるし、そこから自分の力の入れ方次第、このネガティブでものすごい引き伸ばし効果って作れるわけですね。引き伸ばすっていうのは別にこの上腕が下りれば引き伸ばせるので、これを広げなければ引き伸ばされないわけではなくて、この上腕自体が肘が下がっていけば引き伸ばしは作れるので、そこに重い負荷がちゃんとかかってるかどうか、そしてそれをきちんとここに伝えられるかどうか、そしてその収集感を残しながら強いネガティブを作っていくこと、まあ僕はポガティブって言ってますけど、ポジティブとネガティブを合わせてポガティブって言ってますけど、まあそれをやっていくか。ということで、まあフライをやらなくても十分効果が得られるという感じになってきたんですね。逆にもうだから僕にとってはフライよりはいいかなというやり方です。だからね、運動の種類とか、まあ、こんなすごいマシンがあるよ、どうのこうのというよりは、もう定番の昔からある種目の精度を上げることで、まあ、だんだんとね、やらなくても全然効果がある、これでもいいという感じの結構シンプルなものになってきたんですね。そんな感じでトレーニングの順番とか、やる種目とか、やり方っていうものが、こう、だんだんシンプルな形で出来上がってきたんですけど、さっき言ったように、セット数というものは皆さんちょっと半分で考えていただいていいと思うんですけど、その考え方、やり方、どういう方向でいったらいいかというのは、まあ、4、50代以上の人の場合にはちょっとね、参考にしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じでやっていけば、怪我をできるだけしないようにしながらも、大胸筋を作っていくことが可能だと思いますので、ぜひね、ちょっとだけ皆さんのトレーニングも取り入れてみてください。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ、ツイッター、スレッズもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。